嘿，大家好，我是 Cynix， 为了来原神的游戏视频。我们上期呢是在做这边忍的邀约事件，应该是在做神社这边这个分支。之前应该是好像是这边当巫女。我们看一下这边。如果是不当巫女的话，会是一个什么剧情？おや、わっぱではない。うん。責任を持って、宮司様。ああ、その何せここはなるこういうのはどうじゃ？代わりに何時がお断りさせて。ほうほう、そく。嗯，就等于是这边是叫他说当，这边是不当。おや。わっぱよ、わらわのことを信じてくれぬのか？わらわは傷ついたぞ。はあ、仕方があるまい。ならば、片付けに行く巫女を手伝ってやってくれ。好吧。何時らの言ったように、チラシをすべて片付けてきてくれればよい。どうじゃ、寛大じゃろ？大度到不自然、好吧。確かに。この女がやることとは思えない。でもチラシを片付けるのはもともと荒滝派が責任を持ってやるべきことだ。それにどんな意図があったとしても巫女をやらされるよりはマシだ。付き合ってくれて感謝する。ここからは私一人で大丈夫だ。決まったか？撤回は許さぬぞ。片付けに行かせた巫女はここからそう遠くないところにおる。まあ行けばわかる。絶対見間違いはせんじゃろ。也不会认错。なんと言っても、何時の姉、みゆきじゃからの。姉上だと。ではな、わっぱらよ、せいぜい頑張るのじゃ。ああ、やっぱりはめられた。ちょっと言いづらいんだが、もう少し付き合ってくれ。それと今からあんたは荒滝派の主席顧問な。悪いが、これには複雑なわけがあるんだ。とにかくここを出て彼女を探そう。他说到那个不会认错的时候，我就已经是意识到了。之前好像他提到说是上一个结局说什么是，如果你不收那个报酬，说是要配。派这个什么阿信过来送过来，等于是这么一个样子是吧？但这个巫女是平常是只有在这个邀约事件中才会出现吗？还是说之前在这个大社里边就有？不太清楚。看起来好开心。当然です。これは八重様から直々に任された仕事なんですから。ん？旅人さんでしたか。お久しぶりです。为什么我们的这个摄像机这么奇怪？可以转吗？好奇怪啊。八重様からこの山にあるチラシをすべて片付けるという新たな指示をいただいたんです。神社の周りにこんなものを貼るなんて。まったくもう。誰がやってくれたんですか？あれ、後ろにいるのは。うん、久しぶり、姉上。忍、あなた、やっと戻ってくる気になったの？いや、違う。今回は別件できた。そんな、家族みんな心配してるんだよ。言葉はきついかもしれないけど、本当は。元気でいるから、心配無用って伝えといてよ。ダメだよ。リーウェから戻った後、とある集団に入ったって神社に来る人から聞いたよ。それに良くない噂も。ありえないとは思うけど、まさか、その人たちに騙されてるわけじゃないよね。その件だけど、私が今いる集団は正在
共直的帮派。実は真面目に運営してる国際的な団体なんだ。本当に？うちの団体には各国からエリートが集まってる。例えばこちらの旅人、モンドとリーウェイを合わせた中でも最も優れている方だ。で、今はうちの首席顧問を務めてる。確かに八重様から天下に名を馳せた旅人がいると聞いたけど、なるほど、あなたのことだったんですね。そう、リーウェイまで足を運んだ理由の大半はこういった友人を作るためだった。なるほどね、納得した。で、あなたたちの団体名は？あ、新滝派。え、新滝派？どこかで見たことがあるような。あ、それってチラシに載ってたやつじゃない？这个小广告跟之前在剧情里出现的那张小广告是一个图吗？怎么感觉变了似的？聞いてくれ。これは単なる宣伝事故なんだ。今回神社へやってきたのも誤解を解くためだ。うちの団体は稲妻での活動期間がまだ短くて、いつも誤解を招いてしまうんだ。うちの精神と理念をより広めようと地元の団体にも宣伝をお願いしててさ。ただやり取り中にミスがあったかもしれなくて、今回はこのような結果に至ったわけだ。今回の件、ほとんどは外注のミスなんだけど、責任を担う大きな団体としてやっぱり自ら謝って後片付けをした方がいいと思ったんだ。说的好像跟真的一样，特别有道理。だからここは私たちに任せて、姉上は神社に戻るといい。为什么停下来了？これは八重様から直々に任された任務なの。それじゃ一緒に片付けよ。新滝派のことももっと聞きたいから。为什么让我想起之前是公子的那个任务，说是什么卖玩具的，还是什么？あの女、こんなことまで予測してたっていうのか。ああ、分かった。このチラシの粘着性は弱いから、水で濡らすか強い風を当てれば簡単に取れるよ。所以还是要让我们来用元素反应来弄下来。熱血新滝派、夢があるなら来い。なんていうか、あなたたちのチラシの画風は。これは最近モンドで流行りの抽象画風とリーウェイの水墨技法を混ぜたものなんだ。大金をかけてプロの絵師まで雇ったら、結果的にこんな前衛的なチラシに仕上がったんだ。だけどこれこそが私たち新滝派は斬新な活動に取り組んでるってことを表してる。なるほど。还有这么多，在什么地儿？这是个什么东西？新滝天下第一一斗，叶う相手なし。他们这个一斗这帮人在宣传什么东西？こちらの新滝一斗ってあなたたちの稲妻でのリーダーなの？彼の噂なら少し耳にしたことがあるんだけど。新滝さんは英明で知恵者で団体の顔なんだ。当然彼を貶めようとする競争相手が数多くいる。ただ彼は自由で気さくで細かいことは気にしない。それに鬼族って身分を抱えてると声を上げにくいことがたくさんあって、でもそういう不正確な言葉に対して私たちは訴訟を起こす権利を持ってる。そうなんだ。
大変だったね。这边还有一张观察。哦，就是等于是我如果给他打了，是不是也是一个效果？荒滝派の船員は喧嘩上手で弁も立つ。这个你怎么解释？その後は船員の紹介？守、源太、明。好吧，要露馅了。そういえば、船員がたくさんいるのに、どうしてあなたと首席顧問がわざわざ謝りに来たの？あ、それは神社と宮司様に誠意と謝罪の気持ちを表すっていうのが一つ目で、二つ目は他の船員はこの件について外中の人と直談判するっていう大事な仕事が残ってるからなんだ。守たちは、そう、法律と交渉の点で私よりはるかに優れてるから彼らに任せない手はないだろ。忍よりもプロなの？さすが荒滝派だね。よし、この辺は片付けましたから山を降りましょう。ママ、看见了什么东西？あんたたち、なんでここに？为什么感觉这个就是公子那个任务的一个翻盘？当时好像是做什么旅人众的一个新兵征募，还是一个什么东西？忍の姉子。哦，你是狐狸啊！すまなかった。俺たちが間違ってた。姉子を神社に一人で残すわけにはいかない。まだ怖くて足の震えは止まらないけど。しっかりしろ、アキラ。これからあの女に謝りに行くんだぞ。アキラ。姉上、あいつらをほっといて麓の方を片付けに行こう。忍の姉子、ご安心を。下のチラシなら俺たちはすでに片付け終わったからな。え、すべてを？忍と旅人さんしか来ていないのではなかったんですか？俺たち町で住民たちに謝った後すぐかけてきたんだ。何しろこれらは俺たちがやっちまったことだからな。親分にチラシを書かせてあちこち貼って捕まっちまって、これら全部俺と守る、それに健太が思いついたことだ。だから姉子一人であの女と立ち向かわせるわけにはいかない。守と健太捕まった？親分に書かせた？ああ、忍、これは一体どういうことなの？まさか私が聞いた噂は？ああ、大半は本当のことだよ。それじゃあなた本当に誰かに騙されて？こんなこと家族に知られたら。いや、私は自分の意思で決めた。さっきホラを吹いたほどじゃないけど、ちゃんと毎日楽しんでる。家族に言いたければ言えばいいよ。荒滝派にいることが恥知らずとか才能の持ち腐れだとか思ってないから。それに私を連れ戻したってまた逃げ出してみせるから。この雰囲気、俺たちまたやっちまったのか。彼女、忍の姉子をさらう気なのか？おい、神社に迷惑をかけたのは俺たちだ。姉子とは関係ない。あの女を呼んでこい。あの女なら俺たちがやったってことを証明してくれる。あなたに何て言えばいいんだろう。まあ家族の方は内緒にしてあげるから、そんな固くならないで。え、あなたも子供じゃないんだもの。旅したところや知り合った人はきっと私たちよりも多い。どんな決断をしたとしてもそれはあなたが選んだ道だから。噂はやっぱり心配だよ。でも彼らは八重様を怖がっているにもかかわらず、あなたのためにここへ来たんだね。あなたが荒滝派を選ぶんだったら、以前
私に言ったことをすべて実現できるように頑張って。姉上、今度はどうした？いや、わからない。でも雰囲気から見るとしばらくはあの怖い女を呼ばなくて済むってこと？それに旅人さんも荒滝派に入るのなら、荒滝派今後の発展にも期待できそうですね。我觉得这个地方就不用再解释这首席顾问的问题了。首席顧問、荒滝派における今後の発展についてこっちでゆっくりと話そう。所以还有吗？没了。商业密谈，好吧，这个感觉就是没有之前的那个要好，要有意思。这只狐狸我怎么感觉，哦哦，刚才我们是在这个地儿吧？这么多狐狸。所以你这个阿信他一直就是在这儿，只不过我们之前是没有发现，是吗？怕被杀？这个是在踏被杀给我给就是给我们第一步任务的那个人。野鹿，这个野鹿娜娜她是在那个神社里面的一个人。嗯，回去看一眼。你是这个道成，这个啊，这是抓早幼的那个，他好像也是个什么忍者似的。好吧，这还剩两条线是吧？等于是这边是去神社，这边这个任务倒是蛮有意思的，这个就感觉好像是介绍了这个阿信的一个类似于是忍他身边家人的一个东西，姐妹相见。嗯，那这边是什么呢？找他对话。哦，还是这一步。那等于是我猜这是帮他还是不帮？それじゃあ、待った。先月はあんたら、言い訳はいらない。俺たちを助け。这等于是好像是帮，然后是不去神社。こいつらに同情。让我来代劳，好像是这个。嗯。つまり規則を作る必要があるってことか。確かに明確な条例とそれに対応する処罰があれば、全員の行動をよりよく正すことができる。もしかしてあいつらがなかなか行動を改めないのは、荒滝派に規則がなかったからなのか。おい、あいつら何を話してるんだ。よくわからないが、もう殴ってこないってことか。なるほど。考えさせてくれ。荒滝派ガイドか。勉強？まさか俺たちに本を暗記しろとでも言うのか。マジか。だったら殴られた方がよっぽどマシだぞ。好吧。おい見ろ、
忍の姉子がこっちを見てない。今のうちに逃げようぜ。確かに暗記させてしまえば行動する時も程度というものを把握できるだろう。ただ奴らの性格を考えると暗記するまでは宿題を増やして毎日暗記を抜き取りチェックしないと。あれ？所以他们已经溜了。もういない。こっちは天守閣と奉行所だから逃げるとしたらきっと反対側だ。放っておくとまた面倒を起こすかも。悪いが一緒にあいつらを捕まえてくれ。可以，这样应该是解锁了另外的一个剧情。太中法度，现在还没有分支。アイサ戦闘の旦那が何かを回してるような。这怎么还有个勾？どういうことでしょう。さっき銭湯の掃除をしていた時、外が急に騒がしくなったんです。それで様子を見に行ったら、黒い影がすごい勢いで木の上に登っていって。这是个老鼠。人の出入りも多いですし、泥棒や強盗なんかではありませんよね。上方。上方是哪里？这个地儿吗？どういうことでしょう。这楼顶儿。足元に気をつけて。哦。你在说什么？起きろ。ここで何してるんだ。忍びの姉子、どうしてここに。ちょっとあなたたち、よそんちの屋根で何してるんですか。あ、すみません、今すぐ降ります。無茶にも程があるだろう。瓦が割れなくて幸いでした。もし割れていたらあちこちを修理することになり、アイサ銭湯も閉めることになってしまいますから。すまない。申し訳ありません。しっかり叱っておきますので、もし後になって破損が判明した場合、私までご連絡いただければ荒滝派が責任を持って対応させていただきます。今回のことは大したことではありません。ただこのままこうやって毎日はしゃぎ回られたら、遅かれ早かれ何か起こされることになるでしょう。あなたは道理のわからない人ではないはずです。もっと手下の管理について考えた方がいいと思いますよ。はい、ご理解ありがとうございます。町のためにも荒滝派自体のためにも、一刻も早く彼らに規則を遵守させられるよう努力します。我觉得他们背这个什么守则的那个东西是逃不掉了。ちゃんと改めるから、ちゃんと。いいかあんたら、今日から荒滝派の八中八頭しっかり守ってもらうぞ。八中八頭第一条、他人の所有物を傷つけるな。違反した場合、被害者に修理費と遺失利益を全額払う。状況によっては相手は精神的な賠償も行える。すぐに賠償金を用意できない場合は荒滝派が代わりに支払うが、その後は制限期間内に仕事で返してもらう。もちろん利子付きだ。返済し終わるまでは荒滝派で所有するあらゆる資産、例えばあんたらの鬼カブトムシや七星召喚の札は凍結される。やだ、うわ、俺が悪かったよ。悪いと思うなら二度とするなよ。それから元太とアキラはどこへ行った。それは
新滝派は同期連士なんだから決して裏切れないんだって親分が言ってた。もしあいつらが八中八斗に触れたら、かばったやつも同じ罪に問うよ。二人は花見坂へ行った。この目で見た。うん、早く行こう。面倒が起きていなければいいんだが。姉子、この俺の過ちを認める態度に免じて。黙ってさっさとついてこい。もしまた逃げようとした時にはどうなるか知らんからな。所以还有吗？这个不会也跑房顶上去了吧？这个人我怎么感觉有点可疑？場所を変える？でも橋の下以外で大人にバレないところって言ったらどこだろう？好吧，抓到一个。おお、はい、そう。宵宮姉さんに頼んで、占拠してる人を追い出すために花火をあげてもらうのはどう？放烟花？你这个意思是朝着桥下边放烟花吗？それはよくないだろう。確かに先に僕たちを追い出したのはあいつだけど。だから悪いのはあいつだろ。ねえ、そろそろ家に帰って宿題をやらないと。勉強しないでカードゲームばかりしてたら橋の下にいる大人みたいになっちゃうかもよ。那三个人感觉有点像驴月港做那个海盗游戏的那个，所以就是这个桥下。ここで何してる？出てきな。あの、その、姉子。はあ、僕たちの縄張りを奪った大人が出てきたぞ。はあ、ごめんね。今すぐ引き払わせるから。すまない。お前たちの縄張りを奪うべきじゃなかった。せめて正々堂々と勝負すりゃよかったよな。こうしよう。お詫びに俺が七星召喚に付き合ってやるよ。それなら俺も。俺たち荒滝派は福を共に苦しみを分かち合う。だからお詫びも一緒にやる。やめとく。ここで騒いだりしたらそのうち大人たちが来ちゃうだろうし、宿題まだやってないことがバレたらこれから一緒に遊べなくなるもん。それに七星召喚ばかりやって宿題をやらないとまずい大人になっちゃうかもしれないのよ。本当に？まさかこんな風になっちゃうのか。それはかえって宿題をやった方がいいな。こいつら。待て、子供相手に意地を張るつもりか。八中八斗第二条、子供と争うな。八中八斗？なんだそれ。黙っておとなしく聞いておくんだ。違反者は相手に誠意を込めてお詫びし、またそれに対応する保証を行う。被害者に許されるまで集団活動への参加は一切禁止。例えばスミレ売り焼きや豪華会、虫相撲、あるいは七星召喚など。いやだ。泣くほどの余力があるのならアキラの居場所を教えろ。それは荒滝派は兄弟のように親密だから告発なんかできない。特に忍の姉子にはって親分が言ってた。はあ？アキラは城の外へ出た。この目で見た。忍の姉子に睨まれると体がつい荒滝派は苦しみを分かち合う。
だから叱られる時も一緒だ。城の外、奉行所の同心から聞いた話だと最近外は騒がしいようなんだが、早く行こう。うまくいけば追いつけるかもしれない。そういえばなんでこんなに早く姉子にバレたんだ。なあ守、まさかお前ああ、アキラのこと心配だな。早くついてこうぜ。这个装傻有点厉害。アキラのやつ、普段はろくに走れないくせに。ダメだ、疲れた。最近カイラギが場外でうろうろしてるって情報を奉行所から聞いたんだ。いずれにせよ早く探し出さないと。我们现在还完没有完全出城吧。場外の地形は複雑だから、ここは手分けして探そう。守ると玄太を落ち着かせて走り回らないよう警告したら、南の方を探してみる。旅人には北を頼んでいいか。あ、感謝する。あんたらはここにいろ。どこにも行くんじゃないぞ。わかったな。わかってる。実際もう走れないし。今は走れないかもしれないが、たとえ回復してもまた逃げようなんて思うなよ。思わない思わない、もう逃げないって。可以将北边有多远。这个地儿我怎么记得是盗宝团的地儿。この箱中に隠れられるかも。お前は勘弁してくれ、忍ぶの姉子。びっくりしたぜ。てっきりお前のそばにいると思ってさ。よかった。目をつぶったまま遠くまで走ってきたら、うっかり転んでここに落ちちまったんだ。まさかこんなところに隠れるのに最高の場所があるなんてな。それに大きな箱もいくつかあるし、その中に潜り込めばさすがの姉子も俺を見つけられないはずだ。ああ、告げ口みたいな真似はするなよ。俺らアラタキアは家族のように親しく、友達は助け合うもんだろ。頼む、箱に入ってるものを片付けてくれよ。カイラギ、またまた姉子は俺を驚かすつもりか。それにカイラギと怒った忍の姉子なら、なんだか姉子の方が怖い気がするぜ。こんなに遠くまで逃げ出したんだから、きっと姉子は怒ってる。ここはしばらく隠れた方がいいと思うんだ。我猜这个是分支。本当に俺を助けてくれるのか。为什么还有多出了一个选项来。お前がいてくれれば姉子も俺を許してくれるかも。それじゃあお前についていく。この命はお前に託したぞ。忍ぶの姉子。哎，爬上了山崖，旁边不就是有路可以绕上去吗？南側の調査が終わったのに、あんたらがなかなか帰ってこないから、様子を見に来ただけ。その様子だと、ちょうどいいところに来たみたいだな。助けてくれ、約束したぞ。安心しろ、殴るつもりはない。姉子、勘弁して。他为什么这个？我的
聞き間違いか？他说是我没有打算打你，真的是要打吗？騒がれたら、たとえ千樹百目があったって足りないよ。それに、いくら懲らしめても懲りずに過ちを犯す。俺たちは荒滝派だからな。今日からは波中八頭を活用して風紀を正すことにする。復案はすでにできてるから、整理が終わったらあんたらに叩き込むよ。守ると元太は花見坂であんたを待ってる。勉強会でも組んでお互いに暗記できてるかどうか確かめな。マジか、本当に授業をするのか。助けてくれ。荒滝派の男、その時間を暗記と宿題に費やすわけにはいかない。ここは逃げるしかない。また逃げる気？波中八頭第三条、命令に従わぬ者は八頭全将を暗唱すること。还有后续，好好学习，这是什么东西？禁止逃课。我猜这边是去学习，这边我猜可能会遇见那个什么海论鬼。三郎は子供に札遊びで負けた。納得できないと思った彼は相手の札を掴んだ。これは波中八頭の第何条に違反しているか？第二条？刚才是只有一条、二条跟三条吧。負けたのに納得できないだって？この三郎ってのはどこの一派の野郎なんだ？懲らしめてやる。好吧。そうだ、潔く負けを認めるべきだ。そんな卑怯なことをするなんてよくないぞ。質問に答えろ。サブローは実在しない人物だ。あんたも来たのか。効果はまだわからないけど、授業では罰を使ってこいつらの余りある勢力を有意義なことに使わせることができる。面倒ごとを減らしたって観点から見ると、それだけで立派な効果さ。もうすぐ見られるよ。こら、答えは出たのか？子供と争うは第2条だが、所有物の侵害は第1条だったよな。だったら俺が第1条、お前たちが第2条で行く？そうすりゃどっちかが当たるはず。これで処罰を少し減らせる。よし、じゃあ忍の姉子、俺たちは。ブッブー。三郎は第1条と第2条を同時に破った。またこの事例は第2条36項目の補足説明にも当てはまる。罰としてあんたら全員、今の問題に関係する条目と規則の詳細を3回ほど書き写してもらおうか。やだ。法度执行。好吧，又是一个，我看这么看。游戏中应该是忍，就是跟这个荒龙派，应该是这边的任务也是什么帮派的日常事务，所以更多的剧情可能是跟这个荒龙派有关。等这边是我猜是那个海乱鬼，如果没有猜错的话。この箱。てっきりお前のそばに。まさかその中に。ああ、告げ口みたいな真似は。おお、頼む。
箱に入ってるものをカイラギ、こんなに遠くまで。ありがとうな。然后我们进去。箱の中にまだこんなに入ってる。狭いな。那么这么多好东西，我怎么感觉是谁把这个箱子放到外边？やばい。チラシが漏れたぜ。やっと入ったぜ。懐にあるチラシもあちこちに貼り付けちまった。それは諦めるしかないな。なあ、一旦帰って姉子の様子を見てくれないか。彼女が怒りを収めるまでの間、どれくらいこの狭いとこにいなきゃならないか見積もらないとな。我们真的就是要走开吗？然后回来的时候被那个海伦鬼发现了。狭いな。姉子の怒りはいつになったら静まるだろう。何か見つけたか。困ったな。南の方にも手がかりがなかったんだ。さっき近くの同心に聞いたんだが、例のカイラギたちが物資を密輸してこの近くに隠したらしい。いつ奴らがその物資を取り戻しに来るかわからない。アキラが鉢合わせないといいんだが。木製の箱に入れたって聞いたけど。どうした？そんな顔をして。なんだと。早く行こう。所以他直接连人被搬走了，是吗？ここなのか。箱はない。足跡だけが散らばってるな。どうやら遅かったらしい。所以这个有被发现吗？まだそんなに経ってない。それに物資を持ってるから、そう遠くまでは行けないはずだ。奴らを追って足跡をたどろう。这是个，就是你来了之后，你发现你们走私的这个物资被翻了，为什么连这些东西都没有给它放回去？这是什么？この先は雑草が生えてるな。足跡も見づらくなっちまった。待て、あれはアキラたちが作ったチラシ。广告是在这个地儿，可以查看吗？查看不了。あそこだ。さあ、箱に入ったものはどこに捨てた？所以是你们搬着装着他这个箱子搬到这儿才发现里面是个人，还是说直接在那个地儿就发现了，把他抓到了这边来？有点没有搞懂啊，这个箱子翻出来那个东西就在原地撒了一地，你们是怎么没有发现的？多分海に沈んだ。お前、俺たちを邪魔してくれた上、このような気色の悪いチラシをまんべんなく箱に貼り付けやがって。俺たちを舐めてるのか。いや、そんなことはない。取引のできなくなった今、お前にも不快な思いを味わわせてやる。無茶するなよ。俺は荒滝派の人間だぞ。あ、何派だって？荒滝派だ。聞いたことないな。うちの親分はすげえからな。幕府の大将でさえ親分の挑戦に応える勇気はないんだぜ。应该是九条不鸟他们吧。这个それとうちの姉子稲妻とリーユエの両方に
たくさん知り合いがいるんだ。それとお前なのか。それに忍ぶの姉子まで。お前がこいつの言った忍ぶの姉子か。こいつのデタラメがどこまで信じられるのかはわからないが、お前がそれほどすごいやつなら、なぜこのような雑魚のためにこんな苦労をする。荒滝派には雑魚なんかいない。いいか、爬虫ハットその3、誰かに困難があれば必ずどこにいても支援が向かう。之前那个之前的那个三怎么跟这个三不一样了？是在同一条剧情线里面吗？之前的三是什么来的？ハチハット？うちにはそんなものがあったのか？这三好像是要背东西。今日からな。わからんやつめ。终于可以有打斗内容了。忍ぶの姉子、気をつけて。这会给我个试用吗？个试用。西风剑这个倒还可以。东式套好吧。嗯。人只有六级。我看了个什么东西？天赋参考，这是什么？推荐数据正在统计中。这是新的东西吗？哦，之前我换圣遗物日的时候有这么一个玩意儿。就等于是啊，为什么还有攻击的？胡桃为什么要带攻击沙漏？带元素精通跟生命沙漏？这个参考有问题了。什么东西？ロロメが出るかしら。ダメ。瑠璃のように落ちなさい。召喚化粧。ダメ。还有吗？还有瑠璃众。アキラ、お前。哦，就是这帮人跟瑠璃众在交易是吧？逃げ切れないと思った。カイラギの裏にパデュイが隠れていたとは予想外だ。この情報を天領奉行に伝えれば、多少なりとも過ちを償うことができるだろう。ああ、姉子、それって今回俺が手柄を立てたってことなのか？ふん、結果から見るとそのようだな。ええ、やっと落ち着きを取り戻せたぜ。だけど、荒滝派の一員として何人かのカイラギとファデュイを相手にしただけで息詰まってどうすんだよ。過ちを償うというのはさておき、あんたの腕ちゃんと鍛えてやらないとね。忍ぶの姉子、いやだ、歓迎してくれ。就是请饶命，然后这个救我呢？首席顾问，好吧，这样我觉得最享受的还是那个神社的东西，至少是关于忍他个人的一些东西，个人的一些
身世剧情应该是更加的详细的了解了。这两个是吧？这个应该是我最喜欢的。然后是，总之这两个神社的吧，可能是这边能排第一跟第二，剩下的这些他自己帮派内的事情，尤其是这个就感觉，不过他确实是，可能这次的这个邀约事件吧，他应该是主要的是用来帮派的日常事务，应该是用来更加去侧面补充关于这个伊斗的什么荒龙派的一个东西，可能是有这么一个原因在吧。不过我个人还是更希望能看到关于忍他本身自己的一些人物的一些事情。可以，这样这个整个忍的这边这个邀约事件应该是做完了。这个泥潭好像，总之他是每天会解锁一个东西，应该是还要一些时间才能都解锁完，会等都解锁完之后再去录一录。这样应该就没有什么别的东西了。另外我是之前没有仔细看，之前我给叶兰配这个东西的时候是，就是我有见到这个属性参考，我真的没有仔细看他为什么会关羽的呢。这个倒是没有问题啊，这个怎么看来的？元素充能，攻击不要，就是我现在这个温迪是因为我在野外打怪，然后我配这么一套，我温迪一个龙卷风就能把怪打死。如果你要打螺旋的话 AOE 还是配元素精通啊，这个数据来源于禁区活跃玩家好吧是我相当于是把这个数据给带歪了吗我应该没有理解错吧，这个是什么，我记得好像是可莉岛的时候元素精通应该是有过就是调整，应该是元素风系的这个元素精通的伤害特别特别的高，我记得当时就是你就是无脑配元素精通，应该就是如果是除非你是打单体，应该是伤害应该是非常非常高的。我这边这么配，我只不过因为我天天野外，我带着个温迪，我就是随便找个怪，你吸上来就只要是吸个属性就随便就死掉了。然后有时候单体怪的话，你是一个靠纯伤害是可以打死的。有时候冰，那这边一个暴击能爆好伤好多伤害。如果是天哪，如果你是，这个怎么这么大的？这怎么一直有雷是什么？这怎么这么多雷？我第一次在野外说这边这个被电了这么多。好吧，这个东西我也是之前没有仔细看，这边是意外的看了一下才发现这么有意思。天赋参考。就等于是这些东西都是，这也是参考玩家的吗？正义物是参考玩家的。那这个有什么用吗？你就这个花只有这个东西，这两个完全就是废的，这个就是废的。我觉得你至少是给这些东西吧。还有 1.6 就是刷不到火杯子，所以
带个生命杯，连攻击杯都没有。好奇托马的会是什么？这个属性参考，你只是在参考，主属性，但是没有参考套装是吧？这个我觉得真的是，我可能就是你刚开始玩游戏什么都不懂，可能有点用，但我也感觉。我觉得这个就是帮助不大，甚至有时候会误解，不太清楚这个游戏的，毕竟元素充能什么的都很多，角色根据队友不同，你需要的充能率都不一样，这个真的是反应不出来，就是究竟是该做什么。这是大招吧？啊，这个没有问题。好，这是驻场平 A 的费希尔吗？好吧，官方倒是在类似于就是改进优化这个游戏，不过我觉得方式有点让我不太能理解。其实我觉得如果说你让加一个这个参考什么乱七八糟，我觉得最重要的是什么，是一些这些机制。你像关羽我觉得就很奇怪，我现在带的是冰冻堂，好吧，我都没有注意，我之前可能打螺旋的时候吧，我平常在野外的话我是带这个融化的这个套装的。好，你这没参考，你有些人带的是融化套装，有些人带的是冰冻套装，这个就完全就反不出来。这么基本没有什么人使融化套装是吗？冰冻可能还是用冰冻的人更多。融化套装可能有时候你需要暴击绿的头，我都忘记了我的头是什么了，要暴击绿的头，因为是关羽他自身升级就是暴击伤害，所以暴击绿是不够的，所以有大概 30% 人在使融化套，但是没有人用元素精通。我是没有元素精通的好的杯子，我也是懒得刷，拿了一个这个，可能也是看情况吧。我记得我有两个杯子是双暴击，然后两个废属性，然后全部绕到废属性上了，后来就再也没有刷过。好吧，对，这倒是意外的发现了一个比较有意思的事情，随便废话一下。这个东西应该是没了吧，应该是没了，这样估计下期就可能是录一录那个泥的东西，等它都解锁了，大概这么样子吧，这期就录这儿了，也是相当习惯，我们下期见。